おめでとう。予定日は、そう、10月10日。え？赤ちゃんが？まあ、父親になる。母親だってばね！これで俺も父親か！クシナ、出産に際し、前任の水戸様がそうだった。出産の時、九尾の封印が解けそうになったのじゃ。封印のこともあるし、出産には僕も立ち会うよ。先に行って準備しておくから。そろそろ移動しておくえ。はい。うわー、女の子だっけ。男の子よ。なんてお名前でちゅか。サスケよ。クシナのところももうすぐでしょ。名前は先に決めといた方がいいわよ。もう決めてあるの。名前はナルト。ところでさ、やっぱり痛いの。ほら行くぞエクシナ。あ、はい、またね。声を出してないぞえ。はい。あの、こんな大声で痛がるクシナを初めて見たのですが。四代目ホカゲともあろうもんが、おたおたすなえ。男なら痛さでとうにくたばっとる。強い。頑張れ、クシナ。頭は出た。もう少しちゃえ、クシナ。ナルト、早く出てこい。キュービは出てくるな。お湯じゃ。はい。生まれた。俺も今日から父親だ。ナルト、やっと会えた。ありがとう。港、美和子様、タジ。四代目ホカゲ港、この子の寿命は一分で終わる。こいつ一体。待て、落ち着くんだ。最高に冷静だ。ナルト、俺の勝ち。しまった、さっきのクナリエとなるか。油断も隙も、体のどこかにマーキングを。これでキュービはお前のものでなくなった。里の被害を防げ。わしが術をなすまで時を稼げ。攻撃の手を緩めるな。はっ、行くぞ。先方を口寄せ。いでよ、先方を追えんな。里から押し出す。この匂いじゃ。さすが四代目ホカゲ。港、どこにおる。敵図をくれ。キュービを引き離すとはな。俺はこの世を滑る者。やりはいくらでも。あの感じ、嘘で言ってるんじゃない。口寄せの術。四代目だ。少しの間キュービを抑えていてくれ。いくらわしでもこいつはそう抑えておけんで。ルビが取ったんだのか。おっち。クシナ、
キュービを引きずり込んで死ぬわ。今までいろいろありがとう。クシナ、君が俺を四代目ホカゲにしてくれた。君の男にしてくれた。ミナタ、そんな顔しないで。ただ心残りがあるとすれば、大きくなったナルトは。クシナ、君がキュービと一緒に侵入する必要はないよ。君の残りのチャクラを全てナルトに封印する。八卦封印に組み込んでね。でもあの術は術者が。それにもう一つ、俺に封印するキュービは半分だけだから、キュービのもう半分はナルトに封印する。八卦封印でね。ミナト、でも式封じ。この子を信じよう。何だって俺たちの息子なんだから。からこそ、そんな重荷をナルトには背負わせたくない。チャクラをナルトに封印する。君が助けてあげてほしいんだ。ほんの少しの間であっても、母である君がナルトへ伝えられるものに俺なんかは太刀打ちできない。ダメじゃ。ここより先はキュービを外に出さぬよう張った結界のせいで入れぬ。大目ほかげ。体がしびれる。ここまで重いチャクラだとは。やはり式封刃のようじゃ。本当に使うとは。しかしまだキュービが。クシナ、大丈夫。子供がいるのか。かばったんだ。夫婦喧嘩で私が負けたのは初めてね。分かったわ。それだけあなたが本気だってこと。そうか、港のやつ、自分の子を人中力にして里を救うつもりじゃ。クシナ、もう命が持ちそうにない。俺のチャクラもナルトへ少し組み込みたいんだ。ナルト、好き嫌いしないで。お風呂には毎日ちゃんと入って温まること。だからお友達を作りなさい。夜更かししないでいっぱい寝ること。ただし得意不得意があまりうまくいかなくても落ち込まないでいいから。アカデミーでは先生や先輩のこと酒は二十歳になってから。それと最近で問題なのが、女、母さんのような人を見つけなさい。ジライア先生には気をつけなさいってばね。して夢を持って、そして夢を叶えようと一緒にいたい。愛してるよ。ナルト、父さんの言葉は口うるさい母さんと